かわいい駅や、うん、ここも2つ体制ですね、はい、この左行ったところに後で行きます、はい、3号踏切が芦原町3号踏切あります。でまた2号が実は飛んでるんですね。ここも2号が1、3、4という順番になってるんですけども、おそらく2号踏切というのがあったのが地図上から考えると、これ今芦原の自動車教習所がありますけども、その南側のところにですね、ちょっと通路がありまして、ここですか、はい、はい、住宅との間の通路があってですね、ちょっとあの柵があって見えないんですけど、その向こうもどうも地図を見ると通路といいますか道路があるように見受けられます。ですからこの教習所の本南側のこの通路が2号踏切のあったところではないかなとは思います。ちょっと今も住宅になってしまってて中は入れないんですけども、第3ですね、芦原町3号踏切があります。はい、3号ですね。2号がないね、今はなくなったのね。まっすぐ東側を見ると芦原橋の JR の芦原橋の駅が真正面に見えますけれども、せっかくなんで渡ります。踏切は渡るために、踏切は渡るために全部行ったところは渡っておくと、はい、芦原町3号踏切ですね。はい、けどあれですね、もしカブさんね、はい、2号があったとしたら結構危険ですよね、はい、カーブの見にくいですね、うん、なくして正解やったと思いますね、うん、安全上可能、そうです、それはあったと思います、ね、はい、5、6にもうちょい乗ってほしいですね。そうですね、はい、じゃあ短いよこの距離、今4からここですか、引き込めるかな、はい、十三間堀川という川がありまして、川をまたぐために設けられたのはこの鉄橋になります。道路の方は琴絵橋という橋がかかっていました。一説によると楽器のことですね、弦が13、一般的な弦の数が13あると、で十三間堀川にかかっている橋やから琴絵橋と、13軒引っ掛けたということになりますね。琴絵橋歩道橋ということで、はい、名残は残っているんですけれども、すみません、ちょっと渡ります、はい、道路を渡りますと琴絵橋跡ということで、ここに琴絵橋があったことを記念して残しています。この橋の下に川が流れた13軒川が流れてたっていう、ね、で今からこの橋を越えたあたりが西成区に入ります。そしてこの踏切が芦原町4号踏切道ということですね。わかりましたか？わかりましたか？わかりました。さっぱりです。積分の問題みたいなものとか、うん、これですね。じゃあ行きます。へえ、あー、これ全然知らんかった。あそこ相撲取るとこやけど、もう最近やってなさそうやけど、はい、うん、柱が立ってますが読めます？芦原橋、あ、そうです、はい、これ芦原橋の親柱なんです。ここに移築されたってことですか？そうですね、あの、まあ、記念に取ってはるんやと思うんですけど、市内とか見たらお墓ちゃうかと思うんですよね、はい、あ、こんな感じになってんねんね。塩見橋線にまたやってきたと。そうですね、はい、次の踏切を目指して、はい、行きましたよ。3日前にやってきました。木津川駅の本当にすぐ横ですけど、まだ芦原町ですね、はい、そうですよね、これね、芦原町5号ここの駅ですか？そうです。ああ、そこですか。このこれポイント変えたいです、うん、変えたあかんけど、はい、あ、でここもちゃんとほら2つありますね、はい、これね、ちょっとなんか昔のタフさん、これ京阪の特急みたいな、なんか色ちゃいます、これちょっと見やすいんですよね、はい、これなんやこれ、あんまどうでもいい、はい、でこれが木津川駅、木津川駅の同じ作者かな、ハケン落書きと、うん、うわーうわーこれはいいね、なんか駅前が砂利舗装です、木津川駅。だからタフさんこっから乗るんですよね、人は、人はっていうか、いやすごい、なんかもうモダンな建物、うん、そうそう、よく言えばモダンな、なんかまあ何回で結構こういう建物多いけどね、うん。